お疲れ様です。1月に紹介した柴犬なんですけども、皆さん、龍角は済んだでしょうかね。龍角をした後に、また柴犬にね、継続して投資する。それも全然 OK だと思います。前回の放送では、まずは元金を外に出しましょうっていう話をしましたね。だから1万でスタートした方は、当時の価格2万5千円になった時に1万円を外に出して、で、残りの1万5千円で継続して、この柴犬に、投資を続けていくってことがベストだよということで、まとめさせていただきました。で、今回ですね、1月から比べて、今、柴犬0.005円ですから、4倍になったのかな？ 4 倍になったということですから、10万円で投資した方が一番多かったと思いますけども、10万円が40万と。なんかね、100万円投資した方もいたんですけども、100万円の方は400万になったわけですから、ちょっとしたね、年収がこの2、3ヶ月で稼げたことになるかなっていうところでございます。暗号通貨に関しましては、今年は、全銘柄が上昇していくっていうことは、大方予想されていましたけども、とは言ってもね、自分一人でそれが判断できるかって言ったら、なかなか難しいところだと思うんですよ。で、私みたいなこういった放送を通じて、あ、だったら自分も、とかね、私みたいなものが暗号通貨の専門家を装ってですね、値上がりするんですよ、これ買ってきましょうって言ったら、やっぱりね、そういうふうに買ってみようかなっていうふうな気持ちの人もちょっと動くのかなというふうに思うんですよ。もちろん、私の放送に、影響を受けずにね、自分で判断される賢明な方ばかりだと思いますので、不用意にね、私も煽るようなことをするつもりもありませんけども、第一、私の放送を見てくださってる方は、そんなね、人のことを真に受けてね、ぼーっと買う人いないと思いますんで、ちゃんと自分の明確な判断と選択のもと、大切な資金をね、いくら投資しようかなとかね、判断できる方だと思いますんで。で、私はその中でも、1万円っていう金額を、この柴犬に投下することをね、お勧めはしておりました。もちろん、そんな私の忠告をね、無視してね、10万いける人は10万、100万いける人は100万だということになると思いますけども、総じて言えばね、稼げない人どんどん寄ってこいということなんですよ。ね、周りにお金がない人ばっかりでしょ。でもこの速稼塾の放送を通じてお金を稼いだ人っていうのは確実に増えてるわけですよ。特にこの暗号通貨の情報ね、仕込む時ってのはほとんどの人がもうね、目を向けなくなった時なんですよ。もう多くの人が注目した時っていうのは値上がりをしてる時なんですよね。その時にはもう仕込みが完了してないといけないんですよ。ビットコインも再三申し上げましたけども、300万を超えたらもうダメですよと。ね、300万以下で買った方結構いたと思いますけども、あれから1年。大きな利益を取ったと思います。でしょ？ で、何もかも私は当たるとは言いませんけどもね。ただその可能性がかなり強いことは、もうご認識いただいたかなというところでございます。なんか、プリンターの表示が出ちゃいましたね。でね、肝心なのは、お金がない人と付き合わないことなんですよ。皆さんの周りにいませんか？お金がない人って。お金に困った人と付き合ってると、自分もお金なくなりますからね。だから稼ぐのが得意な人と一緒にいた方がいいと思います。その意味ではね、私の友人の小野崎さんとかね、それから新潟の奈美さんとか、それから鹿児島の吉谷さんとか、一人で自力でお金稼いでる人ばかりです。で、一人でお金を稼いでる風に見えて、実はね、誰かに依存してる方もいるんで、そういう方はちょっと気をつけた方がいいかなと。これがなくなったら稼げなくなるっていうんじゃなくて、逆にこれがなくなったらもっと稼げるっていう人が独立自立した方でございますんでね。そういうふうになっていかなければいけないのかなっていうところです。で、暗号通貨こうやってぐーっと見てますけどもね。柴犬なんてのはね、本当に分かりやすいコインではあったんですけども、昨日はトランプ大統領のコインを、時価総額ついに400兆円超えましたね。すごいですね。この前紹介した時は3日ほど前だったんですけども、377兆円だったと思いますけども、あれからもうすでにね、30兆円も市場規模が伸びたんですよ。だからこの伸びに自分が飛び込んでいるのか、それともね、もうそこに資金がないのかなんですよ。例えば今まで暗号通貨で痛い目に遭った人いると思います。詐欺られちゃったとかね、盗まれちゃったとかね、なんか全然よくわかんなくって、儲けを逃したみたいな方、逆に損しちゃった方いると思うんですよ。だからそれでビビってね、暗号通貨に手を出さなくなっちゃうと、今のこの稼ぎっていうのはないわけですよ。3年前とか5年前とかね、まだ市場が全然ちっちゃい頃、その頃に、なくなっちゃったっていうのはね、やっぱり黎明期によくあることなんですよ。今ものすごく急成長してる時ですから、今こそ乗らないといけない時に、過去に苦い思いをしたから、もう苦手意識を持ってね、もう乗らなくなっちゃったと。そういう人はずっと稼げないわけですよ。で、せっかくこんなね、分かりやすいチャンスがあるのに乗らないわけですよね。で、せっかく稼いだお金も結局ね、稼いだ人にこれから言いたいんですけども、周りの人に取られちゃいますからね。
当てにされちゃうんですよ、お金があることをね。だからそこはだから用心して、まあ、できれば内緒にした方がいいと思います。それでは今回は以上ですね。柴犬で儲けてくださった方、本当にありがとうございました。お疲れ様でございます。